髪が立つ髪が立つ、昔下敷き今シャンプー、昔下敷き今シャンプー、世界で初めて、まろ立つ。あ、どうもこんにちは、山田孝之です。いよいよ出ますね、ドラゴンクエスト11。あ、これね、今ちょっと先行してプレイさせてもらってます。とにかくね、見てくださいよこの画面、プレイステーション4ならではのこの美しいグラフィック。風に揺れる草原、舞い散る砂ぼこり、なびく髪の毛、スライムなんてプルプルですよ。ワオ、プルプルですよ。ワオ、プルプルでパフ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 。おかげさまでどっぷりドラクエワールドに使っちゃってます。子供の頃ってみんなで集まってドラクエやりましたよね。なんでソウルの名前みゆきってつけてんだよ。山田、みゆきのこと好きなんだよ。そんなわけないよ、名前わかんないから、なんかこういう目つぶって入れてたの。うっとね、知らない、誰だ、なんだみゆき。恥ずかしかったな。今みんな大人になって久しぶりのドラクエの進化っぷりに驚くと思いますよ。マジ新しいドラクエ。なんでいんのお前ら。ついにドラゴンクエストがプレイステーション4へ。大冒険は大画面で楽しもう。さあ、勇者になって世界を救え。7月29日発売、ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて。俺たちのゲームがリビングに帰ってきた。これは俺の冒険だ。やりたいよ。お父さん、やりたい。もう分かった、買っていいよ。本当？出たぞ、やるぞ、ドラクエ11。むちゃくちゃやりてえ。でも父親たる者、息子から楽しみを奪えない。どうする俺、どうする。